フォアハンドの、まあ、ちょっとトップスピンですね。トップスピン、結構ボールにこう回転をね、スピンをかけたいっていう方結構いらっしゃいます。でちょっとポイントが、ね、ありまして、今日はねお伝えしたいと思います。まあ、ポイントはですね、まず体のしっかりバランス、軸ですね。体がこの縦の軸、これがちょっと倒れてしまうとこう、ね、どうしても上からこうボールに対して、ね、入りやすくなっちゃいます。ですからしっかり縦 この体の軸、これをしっかりまっすぐつく。私が調子悪くなって若干後傾で打つぐらいの、ね、感じでいくと手がしっかり下から上にこう出やすくなります。もう肩のラインがこう突っ込んじゃうとうまくいかないので、ちょっと若干ね、肩のラインが若干後傾でもいくぐらいかなっていう感じで私はね、打ってます。そしてポイントの2ですね。ポイント2はしっかりラケットヘッドをボールの下に落とす。そこからですね、振り上げる、ね、しっかり落としてからまっすぐ捉えて、まあ、ここからちょっとこうリストワーク的にこうやってね、車のワイパーじゃないですけど当ててこういう形ですね、当ててリストを返していくような感じでヘッドがこう立ってきます。でちょっとスピンをこうかけていくような感じで、ただ捉えるときはちゃんとまっすぐ当てていただいてヘッドが立ってくる、車のワイパーのような感じでね、打っていきます。だヘッドを落とす、当てる、ここから手首リストワークですね、こうやってヘッドが上がるような感じでね、こすっていくという形で、あとはちょっとこう回転かかりすぎちゃう人はすぐこう上げちゃうんで、若干ちょっとボール伸びないなって時は少し若干下から若干前に上げたりするとうまく回転量と推進力のねバランスが取れますから、ちょっともう一回打ってみたいと思います。ちょっと体の軸を起こします。しっかり起こして、ちょっと若干今ねオープンスタンスで打ってますけど、ちょっとこれで体のひねりをしっかり作って、ちょっとより回転量も出ますね。しっかり下から、これスクエアスタンスでも同じです。しっかり下からラケットを出して上に抜けば結構回転かかります。回転がかなりかかります。少し前に、下から前に出していくと少し推進力のねあるボールになってくるんで、まあ、そこで使い分けていただくと、この回転かけられるとですねボールがしっかり操れるんで、結構眼光陣とかねこう深くトップスピンとか打てると前の味方の人がねこう動けるようなね状態のボール作れます。まあ、ポイントは3つですね。体のこの縦の軸、まあ、私はちょっと若干後傾イメージ、だん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 前突っ込んできちゃう、そう体を起こす。そしてポイント2はヘッドを落とす。ヘッドを落としてそこからまっすぐ当てる。そこからリストワーク的には車のワイパーのような感じでこう来るという形になるとボールがうまくね回転かかります。ちょっともう一回やってみましょうか。最後あと5球打ってみます。でも私はオープンスタンス好きなんでね、こうやってね足はちょっとオープンにしてこう肩をグッて入れてうまくね体の回転とかも使いながらね打ってあげると落ちてから伸びるような、あとちょっとこう 膝曲げましたけど、膝曲げるとこの地面からの反発の力使えるんで、結構これもこう低くなるんですね。低くなると地面からの力が使えるんで結構ボール伸びます。膝を柔らかく、そうするとこうやって下半身から上半身にかけてね力も使えるんで結構強烈なねスピンが打てますから、ぜひ参考にしていただければね嬉しく思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。